はい、ゲットウェイいかがでしたねあれだけ殺しておいてこのほのぼのとした爽やかな、えー、終わり方でいいんだろうかっていうふうに思う人もいるかもしれませんねで当時としてはそういうふうに思われたんですねで、えー、例えば「俺たちに遊ばない」って映画はもう同じような話なんですけど最後に主人公たちがもう警官隊に蜂の巣にされて終わってしまうんですねだからみんなほっとしたんですよ で、昔、あの、ヘイズコードっていうのはアメリカにはありまして、自習規制コードでですね、映画ではやっちゃいけないことってなって、犯罪者が犯罪したまま逃げよせるっていうのはダメなんだと、なったんですけども、えー、その後はですね、そのコードっていうのはなくなったねで、そういうのを描いてもよくなったんですが、でもやっぱりまだね、これでいいのっていうね、人たちはいるんですよね。だから、この、ゲットアイもラストで、彼らがこう、自衛隊の彼方に車で逃げていくところで、あの後、実は、 警官隊に囲まれれて射殺されるんだとかそういう噂もあったんですよ。そういうエンディングが取られたけどカットされたんだとかね。そういう噂もあったんですけど、そういうのはないんですね、最初からね。はい。あのー、要するに、まあ、これはどういう話かというとね、クリント・ヒストッドの映画でですね、ガントレットって映画があったんですけども、それはあの、刑事とですねあの、女子大生の売春婦がですね、喧嘩しながらですね、まあ、刑事はクリント・ヒストルトは演じましたけどでも、喧嘩しながらだんだん愛し合うようになって、えー、実はその二人は、その悪い、 警察官に不腐敗したやつらに追われてるわけですけど腐敗した政治家とかにで彼らは命を狙われながら逃げながら、えー、逃げていくうちに喧嘩しながらですねだんだん愛を育んでいくという話で最後はその2人が愛し合うようになるという話だったんですねガントネットっていうか,だからその場合も物語自体の,その敵がどうこうとかですね犯罪がどうこうとか殺しがどうこうとかどうでもよくなってくるわけですよつまりその2人の愛が成就するかという話なんで,で実はゲッターは多分原 あのそのガントレットの元にあると思うんですねこれガントレットとよく似てるのは途中からこの2人の夫婦があの夫婦としてえなんていうかやり直せるか夫婦としてもう一回結婚し直せるかみたいな話になってくるんですねだからあの敵を倒すっていうのはその一種の結婚式みたいな感じなんですよ <laughs> 結婚式のためのなんていう儀式みたいなものとして敵を皆殺しにするというね すすごい話ですねだから最後にですねゴミ屋のトラックに乗るじゃないですか、この夫婦がねでその時ゴミ屋のトラックは大喜びなんですよ。あんたた結婚してんのかよかったなっつって,ってガンガンを物を車をぶつけながらですねあの逃げていくんですけどあれはだから結婚式アメリカの結婚式の後車の後ろにカンカラーをつけてですねあのカラカラカラーっていう風に。 カンカラを引っっ張りながら走るっていうアメリカの結婚式の伝統があるんですけども昔あの飛行機とか乗らないんで、えー、車に乗って、えー「結婚しました」って書いた車に乗って結婚式に行くのが、えー、結婚式場から、えー、新婚旅行に出るのがアメリカの伝統だったんですけどあれなんですよこのゲ,ゲッタウェイの最後の国境越えのシーンっていうのはねだからあの2人は夫婦として えー、ここでもう一回再婚しましまたみたいな終わりなんですよ、これは。いいんですよ、なくて。えー、ただ、それはウォルター・ヒル、シナリオライターがそういうふうに原作を書き換えたんですね、はい、夫婦の話としてこれ。夫婦としてのどん底を経験するというところがあって、まずその、えー、アリ・マッグ・ローがですね、そのスティーン・マック・クイーンを。 えー、釈放させるために街の,の悪い実力者と寝てたってことが分かった時にその、えー、もうずっとスティー・マック,クイーンはその後ですねずっとドック・マックイはなんだよふざけんじゃねえよお前よかったのかあっちのが」とか言ってずっとぶたれてんですねでどんどん夫婦仲か悪くなっていくっていう話になってるんですけどもこれ原作はそれほどでもないんですよ。 しょうがななかかっったんんだよよとか言ってんですよ原作の方ではで俺を助けるためなんだからしょうがなかったよなみたいなこと言って結構理解があったりする旦那、えー、だ,んだんったりするんですよっていうか非常に淡々とした旦那なんですね原作の方はところが映画の方ではちょっと子供っぽくてそのス,スティーマー君を助けるためにわざわざあの抱かれたくもない男におっさんに抱かれたのにそれを理解しないっていうですね結構ダメな夫として描かれてるんですよだからまあそこは結構リアリティがあってただ ドックマッコイっていう役名はドックっていうのはあの博士とかです、ね、お医者さんっていう意味ですけどそれぐらい冷静で緻密な犯罪者として描かれてるんでこういうふうに奥さんの件でそのいつまでも嫉妬してグズグズグズってるっていうドックっていう名前があんまり合わないんですけどね、はいえー、ただですね。 このどどどどんんんん喧嘩していうちに落ち込んでいくんんですね落ち込というのは画面的に具体的に落ち込んでいくわけですよ。で最後はゴミ屋のなんていうかダンプスターっていうんですけど日本ではなんていうか分かんないですけど大きいゴミ集積用の巨大なゴミコンテナの中に入った2人がですねそのままゴミ捨て場に捨てられるっていうところが本当に物語的にどん底ですよね、本当にゴミのどん底まで捨てられるわけですからそこから実は2人がだんだん仲良くなっていくんですよ。 そこは面白いですね。一旦二人でどん底まで落ちたからですね、夫婦でね。でそこから立ち直るっていうのは、一つのですね、えー、夫婦のやり直しって話になってるんですね。これはね、たぶん、たぶんジョージ・ルーカスが、スター・ウォーズで影響を受けてると思います。っていうのは、スター・ウォーズって映画をよく見るとですね、えー、デス・スターの、えー、そこにあるゴミ集積所に、えー、ルークと、えー、ハン・ソロが落ちるっていうのは物語上の底なんですよ。 で、あそこに落ちるんですねでゴミのどん底でぐちゃぐちゃのゴミの中で、えー、のたうち回りながらそのルークとハンソロがそこから脱出していくってとこからあと話はどんどん上に上がっていくんですよこう来てどんどん落ちていってどん底まで落ちたらリバウンドして上がっていくんですよあのルパン三世のカリオストロの城でもルパンがあのカリオストロ城の一番底のですね、えー、死体とかゴミが捨ててあるところに落ちてそこから話がまあ落ちてそこから一回撃たれるんですけどそこからまた話が上がっていくんですよねだから 結局物語的なそこでリバウンドするっていう部分で、えー、すごくゲッターウェイのそのシーンは影響してると思うんですね、ジョージ・ルーカスに。っていうのは、あそこでスティーン・マークイーンたちはゴミ集積場に落ちる辺りでですねプレスされるんですよ、ゴミ圧縮されるやつで圧縮されるっていうシーンがあるんですよで、デススターでも圧縮されるんですよ、ジョージあのえー、ルークスカイウォーカーたちが。よく似てると思いません、関係ないから。はい こうやってこの夫婦がですね、やり直していくっていうことと、えー、対比されるようにですね、えー、アルレッティに扮するですね、ルディっていうその、えー、スティーブ・マック・クイーンたちにその復讐を誓ってる銀行ギャングがですね、えぇ、ー、位の夫婦をですね、拉致してですね、えー、彼らと一緒に旅をし、 するってしまうがあるんですね。で、その獣医の奥さんの方はですね。まあ、エロエロな夫婦で夫婦奥さんでですね。えー、まあ、なんかストリッパーみたいな感じなんですけど、真面目な獣医と結婚してんですね。まあ、生活のためにね。でも獣医っていうのはあそこでテキサスの10位ってのは要するに牛のお医者さんですよ。で、牛のお医者さんの生活なんてやっぱ。り、まあ つまんないわけですよ、荒野のど真ん中に住んでるし。で、本人は結構お金のお、あの奥さんの方はお金持ってその遊びたいんですね、都会に出たいんですよ。で、そういう欲望を抱えてるところにですね、えー、アルレッテリがやってくるわけですよ、都会から来たギャングがね。で、しかもアルレッテリって言ったら、もうなんていうか、もう体中筋肉と毛むくじゃらでですね、もうセックスの塊なわけですよ、もう男臭いんです、油切ってて、多分ものすごく臭い、体臭もきついと思いますけど、はい。 でそれになんかエッチされて、ですね完全に彼の取りになっちゃうんですね、その獣医の奥さんが。で、獣医の方はへなへなへなした感じの人で、でですねでまたひどいのはそのホテルでですね獣医を椅子に縛り付けて、ですね、えー、その旦那の目の前で奥さんとセックスするということをしたらしいということを、えー、が描かれるんですけど、それとかもうひどい話ですよね、で旦那は結局、あの自殺しちゃうんですけど、えー、首吊って、自殺するときにラジオから流れてる。 の,はですね、あの福音派ラジオですねキリスト教原理主義の人たちの、えー、ラジオなんですけどあれはテキサスではや,やたらとあるんですよ福,福音派の人が多いんでその辺もすごくテキサスな感じが出ててですね、えー、本当に見るからにもう嫌になっちゃうような。 心に突き刺さるようううなでですね、はい、そういうですねねそい奥さんが寝取られるっていうね内容の映画に出てるときに実際アリマグロウはです、ね、スティーブ・マックに寝取られてたわけですねであのプロデューサーのロバート・エマースはまさかそんなことかと思ったらそういうことが起こっちゃったっていうですね、えー、こ,うこの映画は現実とですねその撮影現場で起こってたことの差があんまりないという変な映画ですね、はい、あとねこう三ペキンパーっていうのは アクションシーンというか暴力シーンのことばっかり言われるんですけれども、まあ、あの血の美学とかですね、確かにあのこの最後のですねホテルでの銃撃戦とかは、やっぱり本当にすごい、えー、演出がかっこいいんですよで、まあ、あとですね、パトカーをですねこうスティーン・マックインがショットガンで写ってるシーンですね、あれはすごいなと思いますね、僕は、あれ、実弾使ってますね、明らかに。っていうのは、途中で,です、ね、スティーン・マックインが、あのー、雑貨屋で,です、ね、ショットガンを買うんですよ。 あこれもすごいな、テキサスってのは雑貨屋でショットガンをさっと買えるっていうね身元もチェックしないんだっていうねアリゾナもそうなんですけども <laughs> ひどい国だなと僕はこれを初めて見た時思ったんですけどもで雑貨屋でショットガン買ってその時ダブルバックをくれって言うですねでダブルバックってのは一体何かっていうとこれですねこんなでっかい弾が9発も入ってるですねショットガンの弾なんですね でこれ僕打ったことあるんですけどこれものすごい破壊力なんですよマグナムがどうこうとかいう話じゃないですよだってこんなでっかい弾9発だからマグナム6発ぐらいいっぺんに食らうのと同じなんですよでこれはもともとあのすごく体のでかい鹿バックっていうのはその鹿でも中でも巨大な鹿ですね巨大な鹿を殺した時にその撃った時にですね、えー、普通逃げちゃうんですね鹿って弾が当たったぐらいだと体がでかいとでそうじゃなくてこれで完全に即死させるための 弾なんですよでそれをわざわざ買って何でバダブルバックをくれって言ったのかと思ったらパトカーをその後撃ってパトカーが走れない状態にして撃ってこれなくするんですよスティーマックにはこの辺のリアルさはすごいなと思いますねあのー、ちゃんと何て言うか、えー、そのショットガンの弾をパトカー破壊用のやつを選んでるんですね、はい、で撃たれたそのパトカーのですねエンジンの,そのラジエーターから水が チュルチュルチュルってこう出るのをスローモーションに撮ってるんですけども、えー、三平銀杯お得意のスローモーションでねでこれはね初めて見ました映画で調理があるですね映画に出てくるその車撃ったり人撃ったりするシーンってのはもちろん全部断着っていうのは仕掛けてあってその最初に穴を開けとくんですねあの車とかにねで穴を開けといたところにこうもう一回上からですねコンパウンドっていうのを塗ってそこの、まあ、コンパウンドを塗る前にそこに火薬を仕掛けてで 撮影すするんですよだからその何ていうか火薬は中で炸裂するひ光とかが入っちゃうんですねだから映画見てみると分かるんですけども、えー、撃たれたものから火花が飛び散ってたらそれは弾着を仕掛けてあるんですよフルメタルジャケットとか見るとよく分かりますよあれ弾着仕掛けてあるんですよあれイギリスで撮ってるからだから実弾使ってると火花は散らないんですよ穴だけはボコッと開くんですよね でここでパトカーを撃つシーンっていうのはこれは完全実弾でもってそのラジエーターを撃ち抜いてるんですよであと走ってくるパトカーに向かって、えー、撃ってですねそれでその時にラジエーターからやっぱり水がぶちゅって出るっていうシーンがもう一箇所あるんですねこのゲッターウェイの中であれもあれもすごいですねあれは弾着しかけないと危険だと思うんですよっていうのをパトカーに乗ってますからねあのー、警官役の人がねでも どう考えても実際で打ったんじゃないかなと思えるところがあって、この辺はすごいなと思いますね、やっぱりエフェクトがすごいですね、ゲッターウェイは。はい、あと、ガンマニアの人が見て、ね、思うのは、スティーマークイーンの映画で、必ずそのガバメントをですね、えー、こうスライドを引いて、球を込めたり、ですねセーフティーをかけたり、ですね、えー、ココデコッキングって言うんですけども、もハンマーを戻したりするシーンってのがあるんですよで。あれっていうのは 身についいてるんですねね銃の扱い方が、ね、これをやるのはアランドロンとスティン・マックインだけなんですけどあとスティン・マックインに銃撃つ時にアランドロンもそうですけど目をつぶらないんですね、あのー、その辺がうまいんですけどあとアルレッティにとどめをさそうとするとき、ね、ルディにとどめをさそうとするときこうやってこうやるんですよ至近距離で撃つ時にあれは血とか脳みそとか返り血が飛び散るのを防ぐためですね、あのー、要するに戦場じゃないですから返り血とかがついてたらなんていうか逃亡しにくいから っていう理由でこう,こうやって打つんですけども至近距離でお前人を撃ったことあるのかっていうね <laughs> 至近距離で人を撃った経験がなければそんなことは知らないはずなんだけどみたいなね、えー、マニュアル的に知ってんのかどうかよ,よく分からないんですけどあの変な妙なリアルさっていうのがこのスティーマックイーンの映画の怖さですねはい。 であの、まあ、原作者のジム・トンプソンという人はですね、えー、この人は非常に不遇な人でですね、まあ、この人を不幸にしたのはスタンリー・キューブリックは「あン現生に体を張れ」という、えーまあ、銀行じゃないんですけども、競馬場の現金を強奪する映画を撮りましてですね、1950年代にでその時にあのシナリオにジム・トンプソンを雇っているんですよ。 でところがですねキューブ行くって時は昔からそうなんですけども、えー、一緒に仕事をした人の手柄を取る癖があってですね、えー、で自分のクレジットを全面に出すそれで、えー、共一緒にやった人をですね、まあ、共同執筆者としないで協力とかですねすごを格を落とした感じでクレジットするっていうのがあって、えー、フルメタルジャケットでも原作者に対してそういうふうなことをしましたしね、えー、しょっちゅうやってるんですけども今回その「現ンに体を張れん時も」 そのジム・トンプソンを、まあ、脚本協力ぐらいのレベルのクレジットにしてですね彼が実際に脚本を実際書いてるのに、えー、クレジットにしなかったりしてですねでその後もスパルトカスとかですね、えー、突撃とかでも手伝わせてるくせにね、えーまあ、ちゃんとしたクレジットもお金も。 払ってないっていうんでそのジム・トンプソンとていうのは、まあ、もしかしたらそこですごくハリウッドに入って、えー、大物になれたかもしれないのにキューブリックの扱いはひどかったんで、えーまあ、人生死ぬまで貧乏だったんですけれどもだからジム・トンプソンはやっぱりこうドライでちょっと狂ったちょっとサイコパス的な、えー、小説でも知られてるんですがやっぱりこう強盗とかですねそういったことの,その緻密な 描写とかではやっぱり優れてますね。このゲッタウェイは、まあ、ウルターヒルのシナリオもす,すごいんですけども、まあ3 0インバの演出もすごいですが、この前半の銀行強盗のシーンのサスペンス演出は本当にすごいですね。これはすごいなと思いますね。まあ何度も見直すとわかるんですけど、この チチクチクとこう時間を刻む感じでですね、えー、いろんなことが同時進行していって、えーまあ、破綻するまでのこのサスペンスは本当にすごいと思いますよであ途中であの列車に乗るときにです、ねえー、その金が奪われるとこのサスペンスもすごいですし最終的にそのホテルにの中でですね、えー、ルディともう要するに全員が集結して最後の決闘が始まるというところとかです、ねまあ、セ西ブ劇ですねはっきり言って。 国境の街で全員が集まって、えー、最後の銃撃戦が始まるとか基本的に西部劇というのは時計刻みで話が進んでいく話が、まあ、真昼の決闘以来多いですけどもそういったものの流れを組んだ現代西部劇なんですねこれははい、えー、ただですね、えー、この映画ラストが大きな変更があると言ったんですけども実はあの国境を越えて地平線のカナダにあの、えー、アリマ・グローとスティーマックが消えた後っていうのは原作に書かれてるんですよ で実は彼らは何をしていたかというと、エ、あ、ル、のー・ L. レイの帝国というものがです、ね、エル・レイの王国というものが国境を越えたメキシコの、えー、中にあって、ですね、それが地図に書いていない街なんですけども、エル・レイという大物が仕切っているです、ねまあ、自治共和国みたいなものがあるんだと、でそこには警察も入れないんだと、で犯罪者はみんなそこに行って、か、えー、まってもらうんだと、犯罪者は絶対にそこに行けば安全なんだと言われているその、えーまあ、避難所があるんだとで、そこを目指して逃げてるんですよ、実は、主人公たちは。 で、最後そこに入るんですけども、えー、助かったともうこれで俺たちはもう一生安心だと思ったらとんでもない話で実はそこはものすごい独裁国家になっていてで、そのせっかく奪ってきた逃げたお金も全部取られちゃうとで金がなくなると今度は、えー、殺されてしまうとでどういうに殺されるかっていうと食われてしまうっていう話なんですね人肉食が行われているというまあ地獄のようなところがその 犯罪者たちが逃げて天国だと思ったとこは地獄だったというオチがつくんですよ原作の方にはだこれは映画には描かれなかったですねでまあファンタジーみたいな感じなんでそ,このそんな大奥があるわけないよっていう気がしますからね、はい、だからまあ描かれなかったのかなとあとやっぱりおせっかく逃げてきたのに何このオチっていうふうに思っちゃうからダメだったのかもしれないんですけどもただこのアイディア メキシコの国境を越えたところに別の王国があるってアイディアはウォルター・ヒルはその後ダブルボーダーって映画で映画にしてるんですねこれ面白いですねダブルボーダーっていうのは2つの国境って意味ですけども、えー、メキシコ国境を越えたところに麻薬王の王国があるという話を映画にしてるんですよそっちの方のシナリオはジョン・ミリアスですねそジョン・ミリアスは実はそのシナリオはもともとは地獄の目視録が元になってるんですね地獄の目視録っていうのはカンボジア ベトナムの国境、こういった山岳地帯に、えー、別の王国、カーツの王国あるって話でしたね。これ面白いですね。これみんな絡んでるんですね。えー、まあ全員三北京派の弟子みたいな人たちなんで、えー、それもまた面白いなと思いますね。はい。 あとね、キューブ1個の話が出たんですけども、この、まあ、ゲッター上で最後にですね、突然、あの、ゴミ屋のおっさんがですね、えー、主人公たちを助けて、すごくキッくのいいおっさんで、じゃあなーって去っていくんですけども、えー、あれ、明らかにゴミ屋のゴミ回収業をしているっていう風になってるんですけども、クレジットではカウボーイって書いてあるんですよ。あのおっさん。ねあの人はカウボーイなんですよ。あの人はスリムピケンズって俳優なんですけども、本当にステキサスの人でですね、えー 博士の異常な愛情で、えー、キング・コングっていうですね、えー、パイロットっていうか、まあ、機長ですね、えー、を演じてた人ですね、それでカーボーイハットをかぶってですね、えー、最後は原爆の上にまたがって、ね、水爆か、水爆のミサイルの上にまたがって、ソ連の、えー、ミサイル基地に落ちていく、あのカーボーイを演じた人が、この映画のゲッターェイのゴミ屋のカーボーイなんですね。はい。だから多分もうカーボーイってことでもって、えー、ゴミ屋をやろうが何やろうが、 カボイなんだっていうね、えぇ、ー、三キンパーのカレーのリスペクトだと思います。はい、三キンパーの映画には大抵出てきます、スリピケツ、はい。はい。ということで、スティーマックンとアリーマグク・グローはね、この映画でね、カーッと熱くなって結婚したんですけれども、えー、まあすぐに冷めちゃって、いわゆるその、撮影中の恋愛っていうのは、こう、冷めちゃうんですね、すぐね。えー、すぐ離婚しましたけども、えー、この後ですね、このゲッタウェイは、 あのアレック・ボールドウィンとキム・ベイ・シンガーという本当の夫婦によってリメイクされたんですけども、えー、そっちもですねゲットウェイ出た後結構あんまり時間なく離婚しちゃってるんですけども <laughs> このゲットウェイっていうのはその離婚しそうになった夫婦が仲直りして夫婦としてやり直す映画なのに出た人たちはあのいろんな運命をたどってるっていうのはね非常に面白いなと思いますね、はい、ということで、えー、ゲットウェイでした、はい、ではまた映画塾でお会いしましょう